ックン駅のバスドンボックン駅から、震災駅というところに行きたいと思います。どこだ震災駅、ここですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10駅ですね。カロスキルに行きたいと思います。この自販機発見しました。これはコーヒーのマシンですね。400ウォンぐらい、300ウォンから400ウォンぐらいなんで3、40円ですね。安い。こちら缶ジュース系売ってますか。ペプシ、ペプシ100円だ。レモンのジュースとか持ってますね。トロピカン1000ウォン。震災駅を出ました。震災駅到着して、これからヘドッキョンというお店で冷麺を食べたいと思います。遅めのお昼ですね。お昼といってももう、3時半になろうとしてます。やってるかどうかわからないですけど、向かいたいと思います。行こうと思ってた冷麺の店が見つからなかったので、たまたま見つけたこのフィーミー、フィーミーっていうのかな、なんていうんだ、この冷麺のお店に行きたいと思います。ここも美味しそうです。来ました。辛い冷麺を頼みました。見た目そんな辛そうじゃないですね。食べたら辛いのかもしれません。キムチですね。混ぜて食べたら、結構赤くなってて、思っても全然辛かったですね。ただ耐えれない辛さではなくて許容範囲の美味しい辛さです。すごく美味しいです。味もこんな感じ。辛さの中にもほのかに甘みがあってすごく美味しいです。当たりの冷麺ですね。さっきの冷麺のお店美味しかったです。値段は6500ウォンでした。でもびっくりしたのが、ここにガッテン寿司が、ここにガッテン寿司があります。韓国にもあるんですね、ガッテン寿司。食事も終わったので、町を散策したいと思います。この辺りが、カロスキルっていうところです。いろんなお店がたくさんあるところですね。ハイセンスのお店がたくさんあるそうです。メイン通りは1本隣ですかね。ちょっとぐるっと一周したいと思います。お、スノーフォックス、お花屋さんですね。すごい華やか。日本でもなかなかこんなのないかも。今ちょっと調べたんですけど、カロスキルの隣の通りはセロスキルっていう通りらしいです。メインの通りがカロスキルっていう通りみたいですね。こちらがメインの通り、カロスキルです。ガイドブックだとこう入り口が反対なんですけど、逆の方向に向かって逆方向で歩いてます。そこおしゃれな、スマホケースかな、おしゃれな店です。あそこなんだろう、アップルストアがありますね。ラッシュ、日本でもおなじみのラッシュがあります。
性のアパレル関係が多いですね。男性の服はあまり売ってないです。こっちなんかおしゃれなカフェがありますね。向かい側カフェスミス、はい、パラスキル終了ですね。審査駅に 戻りたいと思います。あ、これ信号ないけどどうやって渡るんだろう。渡れる感じじゃないです。どうやって渡るんだろうな、これ。ちょっと厳しい。なるほど、結構強引に渡らないとダメみたいです。行こう。無事渡りました。新体です。